はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。一期ね、やっていきたいと思います。こちらね、1985年にサンソフトさんから、発売されたファミコン用のソフトですね。一期ということで、あれですね、百姓一期の一期ですね。はい、やっていきましょう。まあ、なんていうのかな、これアクションなんだけど、まあ、こういう形の、なんていうんですかね、ゼルダの伝説とか昔こうだったよねっていう感じですね。で、なんかね、B ボタンで攻撃ですね。で、B 近接、おー、もうやられた。忍者と、忍者と戦っておりますね。で、これ、竹槍、竹槍なんですよ。一気といえば竹槍だろうみたいなとこありますけど、これ多分無敵なのかな、多分。ね、無敵ですよね、この竹槍の時は。で、なんか A ボタンの方が長い気がするんだよね。A ボタンの方がなんか射程が長い気がしますね。B ボタンの方が近接なのかなっていう感じがします。お地蔵さんとかね。あー、このね、このね、手裏剣が早いんだよ。なにこれ、なにこれ、なにこれ。なんだ。なんか、攻撃できないんだけど。攻撃できなくなる。で、どうしたら外れるのこれ。え、外れないんだけど。おいおい。まずい。おお、え、なにこれ、やられるまで外れないの。ちょっと、それは困る。逃げろー。あー、嘘。これやられるまでずっと外れないの。なんかあれかな、外す方法あったの。負けたよ。なかなか、難しいな。難しいぞ。一気を成功させるのはなかなか難しいぞ。さあさあ、やっていきましょう。もう一回頑張るよ。ね、お金も稼ぐんだね。お金も稼いでいきつつ。ちょっと待って。ちょっと。なんかね、動きが読めないんだよね、この人たち。川に入ると、ちょっとスピードが落ちてますね。もう無敵取ってやる。無敵を取って、どんどんやっつけたい。でもね、これもね、ちょっと今の何だったんだ？今のは無敵がちょうど外れた時だったのか、実はあれ無敵状態ではなくて、攻撃に対しては食らうのかな？どっちだろうね。今のはちょっとなんか区別つかなかったな。これ先行けないんだよね。こっから先は、こっちはいけない。忍者は来る。忍者は来るが、これあれだな、なんか遮蔽物になるやつもあるんかな。おお、なんだあいつ。赤いやついた。赤いやつなんかちょろちょろしたけど、あ、何あれ。何あれ、倒せる？倒せない。あ、まただ。ちょっと待って、動けないんじゃない今度。それは困るって。よかった。動けないは困るわ。さっきのはね、攻撃できないパターンあったよね。あれ、これどうやったらクリアなの？どこに行けばいい？どこにいますか？ずっとこれ戦い続けなきゃいけないんだけど、何？一気に終わりはないのか？終わりなき一気。それ困る。それ、おー！赤い忍者。おー、早い。ちょっと慣れてきたかな？なんかあいつ全然なんかこっちの攻撃を受け付けなかったんだけど、なんだろう。どうすりゃいいのこれ。どうすりゃいいのかな。こっち、忍者いるね。これ先行けないんだけど、赤いやつ困るわ。赤いやつ強いわ。まだ行ってないとこどっかあるかね。めっちゃ近づいてくる。でもあれだな。向こうの手裏剣も射程、向こうの手裏剣も射程があるから、意外と遠くにいれば怖くないね。さあ、じゃあまたワンプレイヤーゲームでいきますか。これあれなんだろ、音楽終わるまでスタート受け付けないんだな。これなんだろうね、お金がある程度貯まったら次に行けたりするのかな。なんか、クリア、どうやったら先に進めるのか問題がありますが。お、危ない。やっぱダメなんだ。竹槍は、ぶつかったら相手を倒せるっていうだけで、手裏剣は効くんだ。そうか。そういう機能を持ってんだね。これなんかなんだろうな、木がさ、木に当たってるよね、これ。壊せんのかね。
T 壊すの次に進むのに役に立つことあるかな。いい感じで忍者を撃破しておりますが、次に行くにはどうしたらいいんだ。金。おお、赤い忍者厄介だわ。あんま近づかない方が良さそうだな。いるいる。うわあ、それはないよ。登場していきなりはないよ。これ上通れんのかな、どっかでね。川。よしよし、赤い忍者倒して。赤い、この地蔵さんも気になるんだけどね。単に邪魔っていうだけ？あ、これでクリアなの？あ、お金をたくさん集めれば次に行けるんだ。そういう、墓だね。墓でも遮蔽物になるからかなりいいぞ。うろうろしてんな、忍者がうろうろしとる。これ、アイテムなのか否かがよくわからないけれども。忍者うろうろしとる。このお地蔵さん気になるよね。お地蔵さんなんか、なんだろうな。なんかセーブポイントとかだったりするんだろうか。忍者。お、巻物あるぜ。巻物どうかな。農民が手に入れて使いこなせる物かな。取った。なんだろう。なんかの能力が上がったんだろうか。ちょっと待って。しかも、あそこから先進めなかったんだけど。なんか、おやおや。右か？だからフィールドは別にあれか、なんか限界があって、で、お金をとにかく集めていって、っていうことか。これ、酒って書いてあるけど、これは飲めないですね。アイテムじゃないんだ。うん、風景なんだね、酒が。やばい。ああ、そうそう、今の良くないよね。ちょっと距離置かないといけないな、ああいう時はな。はい。こういう時は距離置いて、お、金あった。金、燃えてない？大丈夫？お地蔵さん燃えてない？何こいつら？なんか火縄銃構えてるけど。風景？こいつら風景なんだ。こいつらはランダスケープですな。おっしゃ、これでクリアじゃない？金か、世の中。一気は、それは、でも金はいるわね。ね、軍資金はいるわね。ちょっと竹槍要注意だな。お、これ、ちょっと通路になってるから逆に、割といいぞ。ね。一人ずつやっつけられる。うわ、やばいの来た。ちょっと、やめて。ちょっとこれやばいよ。え、こいつってさ、倒せないの？これは倒せないんだ。あれ？なんか、また来たよ。また来たよ。マジかよ。あ、金あった。お金だよ、お金。世の中か、おお、え、貫通したよ、今。壁貫通してきたの。当たり判定がちょっとガバいな。よしよし、これでお金あるでしょ。で、赤い忍者来たな。よしよし、竹槍。竹槍でももう、あんまガメつくいかんとこ。え？え？え？今あれ、ちょうど切れちゃったってこと？ゲームオーバーなったけども。はい。一気。これ音楽の途中、スタートボタン押してないんだよね。はい、ということでね、一気、非常に面白いゲームです、これは。なんか、もうちょっと上手くなりたいですね。これサンソフトさんのね、ゲームでございますよ。なんかね、なんだろう、なんか癖になるね。音楽もいいしね。楽しいですね。ということで。はい、この動画はこれぐらいにしておきたいと思います。まあ、ファミコンのね、ゲームいろいろ続々とやっていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしければ、やっぱファミコン名作多いよね。ということで、それでは皆さんどうもお疲れ様でした。失礼します。一気成功の道は遠いな。